本日は解説動画ではありません。最初にもみなさんこんにちは。動画をご覧いただきありがとうございます。本日は冒頭でもねお話ししましたけれども、解説動画ではありません。はい、こちらの方におそらく画面が出てると思うんですけれども、まあ私のチャンネルをご覧いただいている方はですね、ほとんどの方がご存知だと思うんですけれども、11月21日からですね、インスタ360の公式サイトの方でブラックフライデーセールというのが行われます。ですので、まあ、そのブラックフライデーセールの内容をちょっと見ながらですね、私のほんのちょっとの知識なんですけれども、私のこう知っている限りのですね、インスタ360のカメラの特徴なんかをちょっとお話ししながら、皆さんが、まあ、購入をね検討されている方なんかがこう、あ、こんなカメラなんだって分かるようなね、ちょっとだけこうお手伝いができたらなと思います。もちろん今回もこの X3 や 1X2 も一応ブラックフライデーセールの対象にもなっておりますので、今回ねこのインスタ360のセールを使って購入していただくのもいいかなと思っておりますので、ぜひね最後までご覧いただけましたら非常にありがたいです。はい、それではね、まあ、動画の方始めていきたいと思います。はい、それではですねサイトの方見ていきたいと思います。はい、こちら今ご覧いただいているのがインスタ360の公式サイトのトップページになっております。もうトップページがねこのブラックフライデーセールのこう告知になっておりますね。11月21日より開催、ブラックフライデー最大割引9525円というふうになっております。はい、こちらの下のねリマインダーに登録というのをタップしていただきます。はい、こうクリックしていただくとこのようにフライデーのセールのこうページに飛ぶようになっております。はい、こちらねブラックフライデー先ほど書いてありましたのと一緒です。このまま下の方行きますと、こちらですねセール開催までと1日と21時間59分4秒というふうになっておりますね。今11月20日のちょうど午前1時ちょっと過ぎなので、まあこんな感じになってますといった感じですね。でリマインダーに登録しようとありまして、インスタ360公式ニット帽というものがもらえるみたいですね。ブラックフライデー期間中に X3 を購入された先着500名様にインスタ360公式オリジナルニット帽をプレゼントしますと。はい、でこちらに E メールアドレスを入力していただいて登録するというのをクリックしますと、皆さんにリマインダーが届くようになっております。まあ、リマインダーっていうのはこうもうすぐセール始まりますよとか、まあ、お得な情報がメールで皆さんに届くというものになってますね。はい、でこちらお見逃しなくということで、リマインダーに登録する期間がもう17日からね21日までということで、21日の午後11時からキャンペーン始まりますよということですね。期間は11月30日まで9日間ですねやってますということになっております。じゃあちょっとねセールの商品をいくつか見ていきたいと思います。まずは360度アクションカメラということで、一番最新のね360度カメラであるインスタ 360X3 通常版とスキー撮影キットというものが販売されております。通常版に関してはニット帽がプラスになってますけれども、価格はね、まあ、そのまま据え置きということで、スキーセットの方がニット帽プラス、まあ、1210円安くなってますよというものになっております。はい、で X3 に関しては、まあ、先日もね私のチャンネルで動画を投稿させていただいたんですけれども、360度から切り取ったリフレーム動画に関しては、残念ながらって言い方はちょっと変かもしれないんですけれども、まあ、X3 と 1X2 ではですねそれほど差がなかったといった結果が出てしまいました。ただしシングルレンズモードですね、まあ、1X2 でいうとステディカムモードというものなんですけれども、こちらに関しては X3 は 4K、3.6K、2.7K、 そしてフルハイビジョンというふうに4つの項目から撮れるようになっていて、そして最大が 4K ということになっています。対して 1X2 の方は最大が 2K
というふうになってます。あとはフルハイビジョンということで2つの、ね、項目で取れますよということなので、おそらく X3 の方が、まあ、シングルレンズモードの方がこう綺麗に撮れるんじゃないかなということですね。それともう一つはセンサーサイズが少し大きくなってますので、夜間撮影に関しても X3 の方が少し上になるんじゃないかなと思っております。これはもちろんね、もう私も撮影は終えておりますので、近いうちにステディカムモード、シングルレンズモード、あとは夜間撮影のモードですね、そちらの方の検証を行って動画として投稿してまいりますので、まあ、そちらをねご覧いただけると一番いいかとは思うんですけども、そのあたりもねちょっと皆さん考えていただいて、まあ、1X2 も全然まだまだ現役だと思いますので、私はリフレーム動画しか使わないよみたいな形であればね 1X2 もいいのかなと思います。ただしこの大型の液晶ですね、こちらの操作性はもう確実に 1X2 の上です。もうこの操作性だけでもね、あの X3 購入した方がいいんじゃないかなって思えるぐらい、操作に関してはこの大型操作画面っていうのは非常にね使いやすくなりました。なので、まあ、このあたりもちょっと考えていただいて、もちろんね価格の差もありますので、このあたりを考えていただいて X3、1X2 どちらを購入するかっていうのをちょっと考えていただけたらなと思っております。はい、次にですね、レンズ交換式アクションカメラということで、インスタ360 1RS というものですね。こちらはツイン版通常版と 4K 版通常版というものがあります。それぞれツイン版通常版は7520円割引で、 4K は4320円割引ということになってます。これちょっと概要をね解説しますと、この 1RS というのはこちらカメラレンズありますよね、これが 4K 版というものですね。こちらもこの 4K 版というものです。で、後ろにこれあるのが360度版なんですね。なのでこれどういったことかっていうと、360度も撮れるし、まあ、4K で、まあ、GoPro みたいな映像も撮れますよというカメラになってます。これどういったものかって言いますと、ここのコアの部分ですね、この今こう画面が出ているコアの部分と、このレンズ部分、そしてこの下のバッテリーの部分、これが全部こう分解できます、ブロックみたいにね。で、分解して例えば360度撮りたい場合は、このレンズをこの360度レンズに取り替えて、でまた組み直すことで360度カメラとしてこれが動き出すということなんですね。で、360度撮らなくていいやと、 GoPro みたいに撮りたいなと思った時はこのレンズを取り付ければ GoPro みたいにもできますよというものですね。非常にこう拡張性が高いといったレンズというかカメラだと思います。実は私もこの1個前のインスタ360 1R というものを持っててですね、この360度版使ってたんですけれども、これこの他にですね、 RS になってこちらですね、この噂のカメラ、もうお高い11万8000というカメラですね。こちらもこのユニットですね、ここのコアユニットを使って、あとはこのレンズユニット、あとはこの下のね、ちょっと分かりにくいですけども、縦型のバッテリーというのになってます。縦型のバッテリーユニットを使って、でこういった1インチ、ライカ1インチの360度版という非常にね 6K ですよね、 6K360 度の映像が撮れますよというカメラが出来上がるといったものなので、これを一つ持ってるだけでも拡張性は高いと言っていいんではないですかね。ただし私もこの 1R を使っていたので、ちょっとデメリットというところを言ってしまいますと、拡張性が高いイコールちょっと面倒な部分もあるんですね。これ例えばこの通常の撮影をしてて360度撮りたいなと思ったら、この360度のこのレンズをばらして、でまた取り付けなきゃいけないとか、あとは水中撮影ですね。おそらくね、この RS になって水中版っていうのがちょっと探したんですけれども、どれだったっけな、これか、
この潜水ケース、360度の潜水ケースっていうのももちろんあるんですけれども、これ非常にね悩ましくて、この今ご覧いただいてたこれですね、このユニットだけで例えば潜水ケースを買っても360度取れないんですよね。何が必要かっていうと、このバッテリー、これですね、これ縦型バッテリーベースもついてるんですね。一応ついて16300円なのかな。まあこのバッテリーを取り付けなきゃいけないというものなんですね。なので縦型に使うと、こんな感じでね、縦型にして使うということになりますので、ちょっと面倒だなっていうところがありました。なので私自身はインスタ 360-1R を使ってですね、結局360度を撮りたかったので、もうこの 4K のレンズいらなくなっちゃうんですよね。ですのでもうすぐに 1X2 が発売されたので 1X2 を購入しちゃったんですけれども、もしね皆さんの中で、あこれ 1RS ってなんかすごく拡張性高くて便利に使えそうだなって思われてる方は、こう自分のお使いになる用途をね考えてから購入していただきたいと思います。いろんなねところで向き不向きっていうのがあったり、ちょっとね拡張性が高くて便利なだけに逆にちょっとまどろっこしいって言い方変ですけれども、ちょっと不便だなって思うところも出てきたりしますので、もしご購入になる方はですね、こうまあご存知の方はいいんですけれども、これどんなカメラなんだろうってわからない方はですね、いろんな YouTuber さんのレビューを見てですね、こう購入を決められた方がいいかなと思います。はい、もちろんねこちらインスタ 360-1RS の1インチ360度版というのはですね、お値段がもう 1X2 の倍以上してるのかな、倍ぐらいしますので、まあ、お値段もさることながらですね、こちらライカっていうのが With ライカって書いてありますけども、これカメラ好きの方ならおそらく聞いたことがあるメーカーの名前だと思うんですけど、非常にね老舗の、まあ、レンズで有名なメーカーなんですけれども、これと共同開発したこのレンズがあるからこそ、その 6K とかね、まあ、あとはセンサーサイズが1インチになったってこともあると思うんですけど、 6K の非常に綺麗なね高精細な映像が撮れるというところなんですね。この海外のレビュアーさんの映像を見ててもやっぱりね 1RS すごい綺麗だなって思いました。ただしこれはインスタ 360-1X2 や X3 のように360度アクションカメラっていうものではありません。基本的にはね、あのバンバンいろんな野外で使ってこう水中で使ってみたり、いろいろねこうバイクに取り付けたりっていうのにはちょっと向いてないかなと思います。このビデオを見るとロッククライミングなんかしてね相当アクティブに使ってるんですけれども、基本的にこのアクセサリーなんかを見ても、例えば水中ケースがなかったり、まあ、いろんなね 1X や X3 であるようなアクティブに使えるようなこうアクセサリーもこれにはあまり出てないので、あんまりねこうアクティビティに使えるカメラではないと思います。もちろん価格もね10万以上しますので、これをブンブン振り回して、ね、ああ傷つけちゃったじゃちょっと済まないと思いますので、そのあたりもねちょっと考えていただけたらなと思います。もうできるだけ綺麗に撮りたいって方はこれは最高にいいかなと思います。はい、次ですね、ポケットサイズの360度カメラということで、はい、これが 1X2 となりますね。こちら先ほどもちょっと触れましたけれども、リフレーム動画に関しては X3 とそれほど変わらないということなので、まあ、360度もしくは360度のリフレーム動画って考えている方は基本的にはそれほどねまだまだ現役じゃないかなというところだと思います。で 1X2 も相当ね値引きがされてます。8300円とか9520円とかされてますので、もしね X3 じゃなくてもいいよと、 1X2 安くなってるから 1X2 いいんじゃないかなって購入されるのも私はありだと思います。
なのでこういったねちょうど安くなる機会なので、こういったものをお使いになって購入されるのもいいかなと思います。もちろんねアプリもそのまま X3 も YX2 も使えますので、動画編集なんかも普通に行えますので、まだ 1X2 は現役ですね。そのなんでこちらも購入対象になるんじゃないかなと思います。はい、こちらであなたに最適なカメラを見つけようなんて比較もできますので、こんな感じでね、こういう感じで比較もできます。はい、ただここねちょっと一箇所だけ間違ってます。見にくいかもしれないんですけれども、マウントブラケット装着で5メートルって防水仕様書いてありますけれども、 X3 は10メートルマウントブラケットとか必要なしで10メートル防水できますので、ここはねちょっと間違ってましたね。はい、こういうのもちょっと使っていただけたら比較しやすいかなと思います。はい、続いて AI 駆動の 4K ウェブカメラですね。インスタ360リンクですね。このウェブカメラというものなんですけれども、これも2300円割引になってます。これですね、私も今回ちょっといろいろ調べてみたんですけれども、このウェブカメラ非常に評判いいみたいですね。確かに海外のレビューアーさんとかの画像画質を見るとやっぱものすごい 4K で、でいろんなこう 4K ウェブカメラっていうのが何社から出てて、それと比べてる方とかもいらっしゃったんですけれども、まあ私の見た動画の中ではダントツに画質が良かったっていうことでしたね。それとともにこの上の頭の方ですね、このカメラ部分というかレンズ部分、ここがまあDJI ウンチャラ2とかね、そういったものに似てるんですけれども、これがここがこう首振るんですね、右左あと上下に振るので、こうトラッキング機能というのもね非常に使えてですね、例えば何かホワイトボードを背にしてですね、こうプレゼンなんかを行う時も自分をこのカメラが追ってくれると言ったものがありますね。でもちろん 1X2 なんかもウェブカメラモードで使えばこうトラッキングしてくれるモードはあるんですけれども、なんて言ったらいいのかな、カメラのレンズが向く方がやっぱりね高精細に映るんですね。でもちろんもともと 4K なので、この 4K のカメラレンズで捉えたこう例えば皆さんの表情だったり被写体っていうのはすごく綺麗に映ってましたね。なのでこうちょっとね値段はね43,500円ということで安くはないとは思うんですけれども、ウェブカメラっていうだけしか使えないので、まあでもこれ私もなんか欲しいなーなんて思っちゃいましたね。まあ買えないですけどね。はいはい、最後ですね、高レベルの360度ツールということで、まあこちらはインスタ360スフィアっていうんですかね、このマビックエアー2S に対応って書いてありますので、こちらにねちょっとこう透明になって出てますけれども、ドローンですね、ドローンに取り付けて360度撮影ができるといったユニットですね。でこちら右側はまあこれはインスタ360プロということなので、プロ2ですかということなので、まあ648,000円と、64,800円じゃないですよ、648,000円ですよね。これ本当にねプロ用の機材なんで、おそらく私のチャンネルをご覧いただいている方の中にはよしこれ買おうっておっしゃる方はいらっしゃらないとは思うんですけれども、まあこんなのもありますよといったところになります。はい、次はですねこのアクセサリーですね、最大 50% オフということで、こちらまあ保険ですね、インスタ360ケア、これが6800円が6100円になっていたり、あとは超長い自撮り棒ですね、3メートル、これ私も欲しいなと思ってるんですけども、これも13,200円が11,800円、880円。あとは X3 のマイクアダプターだとか、あとはこういうパワーアクセサリーですね、これは 1X2 ですけれども 50% オフなんかになってます。これはバッテリーを3本一緒に充電できるものですね。私もこれ持ってるんですけれども、これが7150円が3575円と非常に安く手に入るといったものですね。はい、そして、まあ、バイクアクセサリーバンドル、お祈りセット、まあ、バイク撮影セット
などもありますのでね、こうご覧になっていただけたらなと思います。はい、本日の動画はここまでです。最後までご覧いただきありがとうございました。いかがだったでしょうか。まあここまでですね、まあ私のほんのちょっとの知識をちょっとこう解説しながらですね、インスタ360のこうセールの内容を見ていったんですけれども、ちょっとお役に立ったでしょうか。まあもしね、この X3 だとか 1X2、 もちろんその他のね、今回紹介した 1RS とかそういったカメラを購入検討中の方はですね、こういったセールをお使いいただければ、まあ、少しでもね安く手に入るのでいいんじゃないかなと思いました。はい、私のようにね、例えば奥さんだとか家族に許可を取らなくても購入できる方は、まあ、このチャンスを見逃すことなくね、購入していただいたらよろしいかなと思います。はいはい、ここでですね、一つだけお願いがあります。はい、で今回ですね、インスタ360公式のブラックフライデーセールというものを告知させていただいたんですけれども、今ご覧いただいている動画も含めてですね、私の動画では、まあ、下の方の概要欄、皆さんこんにちは、動画をご覧いただきありがとうございますから始まる下の方ですね、そういったところにですね、Amazon アソシエイトとインスタ360公式のアフィリエイトリンクが貼ってあります。でこれ何なのかって言いますと、そちらのリンクからこうリンクをクリックしてですね、物販を買っていただくと、それがアットナオチャンネルの方にこう収入として少しね入るようになっております。もちろん皆さんからいただくわけではないので、この Amazon だったりインスタ360からお金が入ってくるので、皆さんにそれが上乗せされているってことは全くないんですけれども、そういったシステムになっております。はい、で今までこれ私言ったことないと思うんですけれども、多くの方がですね、インスタ360の公式サイトからだったり Amazon からですね、物販を買っていただいてるんですね、購入していただいてるんですね。でもちろんどなたが買ったかっていうのは全くわからないので、その方に向けてこうお礼とかっていうことはできないんですけれども、まあ、もしですね皆さんの中でご存知の方は多分やってくださっていると思うんですけれども、ご存知な方はですね、もしあとなおチャンネル少し応援してやるかって思われる方はですね、今回このセールとかを使ってですね、私のリンクからですね、インスタ360公式のリンクからこう物販を購入していただく、カメラを購入していただいたりすると、少しあとなおチャンネルの方にも収入が入りますので、もしよろしければそちらのリンクから購入いただければ非常にありがたいので、よろしくお願いいたします。はい、もちろん今回21日からですので、およしやってやろうなんつって20日に買ってしまったら安売りではなくなっちゃいますので、21日以降にね、もし購入される場合購入していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。この動画についての感想やご質問、ご要望、ご指摘など何でも結構です。コメントでの返信や回答動画など何かしらの形で必ずお答えをしておりますので、お気軽にコメントいただけると非常にありがたいです。よろしければ今回の動画の評価とチャンネル登録もお願いいたします。皆様からいただくコメントやチャンネル登録は私の動画投稿の最大の励みになりますので、ぜひお願いいたします。それではまた次の動画まで、失礼いたします。